体育館ですよ。で、後ろになんか見えてるんですけど、先ほどからすごいこちらに視線を送ってきてるんですけど、ゲストですか？めちゃくちゃ見たことあるんですけど。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。オリンピアですよ。僕もともと中学校の頃、はい、機械体操部にいて。あ、そうなんですね。はい、顧問が、はい、じゃあお前らしっかりやっとけよって言って、はい、こういう体育館の入り口からいなくなった瞬間に、はい、バドミントン部のところ行って貸してって言ってえいって言ってやられたんですか？だからサボりトヨネックスのプロ仕様を用意させていただいたので。ガットですよね。そうです、ガットです。これプロ仕様って、はい、こんな硬いんですか？硬いんですよ。テンションが高めでやっぱりこう弾かないと飛ばないので。これ完全にところてんいけますよいけますねじゃあちょっと試しに軽めに。うわわわ、はい、およっよっ、あ、いいですね、はい、やっぱうまいですよ。普通に、あ、普通に上手ですもん。あ、すいません、取れますかそれで。あ、すごいすごい、サボりでやってたんで。すごい、今日の挑戦するのがあのスマッシュじゃないとダメなんですよ。これに当てんの？今だと打点がこのままなんで角度がつきにくいので、はい、あのちょっと気持ち自分の頭よりも前で打つイメージで、打ち下ろすイメージで打ってみてください。うわ、でも反応した、すごい、あ、いえー、すごい、ね、すごいとか言いながらすげえの返してくるんだけど。よいしょ、うわはいや、はい、お、あ、違う、もっと下なんだ。はい、お、ナイス、あ、上だ、大丈夫です。もっと、うまい、あれ、もうほんと 0.5 秒ぐらいちょっと待つ感じの方がいいかもしれないです。はい、あ待てない。今のもそう、今のも若干やっぱ早いです。我慢して、あ、今のですね。ああ、ナイス、ああ、オッケー、ああ、ナイス、ああ、ナイス、決めて、ああ、決めて、ああ、決めて、ああ、ナイス、ナイス。これを無知だと思った方がやりやすいかもしれないです。こうしならせるイメージです。なので、緩く持って打つ瞬間にグッて力を入れるとこれがしなるんですよ。リラックスして、これもリラックスさせて、で打つ瞬間にグッて打つとインパクトが今の音聞いた？そういう感じで。でも普通バドミントンって皆さんこうやって正面打ちしちゃうんですよ。でも木村さんちゃんと横打ちなので、まずそこでちょっと私驚いてるんですけど、ちゃんと横で入ってまっすぐっていう感じですね。塩田さんがラケット振った時の何この効果音みたいな。ブシュッ。もうこういういらないラケット遊びとかそういうのだけやってました。得意。いかに俺がサボってたか分かるんですよ。90秒。はい。お願いします。うわ、おお、おお、うわ、嘘でしょ。あ、よいしょ、うわ、当たってる。あー、枠か。当たった。おお。うわ、当たってる。
おお、すげえ。うわ。うわ。うわ。あと何個で R だけですか。いけ。よし。当たった。全部当たりました。よかった。ああ、よかった。もう今日体帰れます。すげえ。こうなって、こう打つじゃないですか。それを僕今こっちから見つけたんですよ。めっちゃ美しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。これ同じ部にいたらやばいパターン。目標は半分。うん、3枚ぐらい当たればすごいと思いますよ。でも木村さんは6枚いけますよ。大丈夫です。俺サボりでやってただけなの。私あげましょうか。打ちやすいところに任せてください。はい、あ、ごめんなさい。嘘やろ。あ、ごめんなさい。嘘やろ。嘘やろ。塩田さん。恥ずかしい。塩田さん、お願いします。はい、おー、ナイス。おー、ナイス。頑張れです。いける、いける。頑張れ、いけますよ。頑張れ。おー、ダメ。え、でも結果1,2,3,4,5,6 枚です。よっしゃ。これはすごい。こんな連チャンでトス上がるんですか。きつい。いや、こんだけネットに引っかかってんだもん、びっくり。日本代表と元サボりだから。試合しませんか、せっかくなので。お誘い？はい。元日本代表と元サボリの試合って見たい。コートのハンデはどうですか。まあ、木村さんはこっち側の反面ですね。こっちです。私から見て左側です。はい。反面で11点で。11点。はい。で、あともう一つハンデとして6点で私がリードしてたら左手でやります。左手は結構いけるんで。ベロベロに舐められたもんだから。お願いします。え、ちょっと待ってください。そんな前から打って大丈夫ですか。はい。後ろ大丈夫ですか。はい、はい、じゃあお願いします。はい。うわー。はい。どう、ほらな。審判、エンド、アウトっつってます。本当ですか。チャレンジ、チャレンジ VR ないですか。今のチャレンジができるシステムがうちにないんです。よし、
あ、よっしゃよっしゃ、もったいねー今の。よっしゃよっしゃ、あー美味しい、いいぞいいぞ、いきます。前が取れてない俺。あー入ってる、よし。うわあ何このドロップいきます、何にもできてねえよ。はい、おーナイス、アウト、あー危ない、危なかった、アウト、あ6点だ、はい、じゃあ左手でいきますね。よし頑張るぞ。あ、やばい、アウト、やば、当たってない、はやばい、よしやばい、ちょっとバック狙ってくるんだもん。すいません。あ、やばい。うわあ！入ってます。時の塩田さんが見たい。アウト、アウトだ。くっそ。よっしゃ。もったいね。力みましたね。もったいね。よし。冷静に行けよ。よし。なんで。いや、できんでるな、私も。6。はい。嘘やん。もうすいません。あー！よし！うわー！あん時の塩田さんが見たいんだよ。めっちゃいい勝負になってる。よしよし、攻めますよ。よし、やばい、うわやば、何よ、めっちゃいい試合じゃないですか。だから日本選手ですよね、これ。お、いいんですか。だって左手ですよいいんですか。主審に決めてもらいます。主審、日本選手で、はい、いいよね、はい、もう今先輩、今言わせましたよね。もう今先輩の圧力ガツンかけましたんで、完全にヨネックスの圧をかけましたよ。ガツンかけましたんで日本でいいよね。いいよね、いいよね、はい。もう目が違うもんマジでお願いします、お願いします。やべやべ、あ、入ってるか
入ってますよ。アウトに見えんだよな。あうわ、やばい。よし、これ一番やばい。これもやばい。アウト。いや、狙いすぎだ。痛恨のミスだこれは。普通に取られるし。くれ。ああ、よし。今の、今の入ったか。もう普通に反応されますね。わあ、もったいねえ。ラッキーだ。あれ。やべ、よし。あれはダメよね。あれで返しちゃダメ。6点。こっからですね。よし。さっきやられました。捨てるな。諦めるな。まあ。アウト。ああ。なんでこういうもったいないことすんの。よしよしアウトに見えんだよな。しかもそうだよ、俺反面だもんな。俺こっちすげえ気にしてた。いや、ただ最初から思ってたんですけど、なんで俺こっちにいるんだろうと思ってたでしょ。まあフォア側を開けた方が打ちやすいからかなと思ってました。勘違いです。ます。やべ。よし。力んだぞ。力みましたね。やばいマジで。捨てるな捨てるな捨てるな。下がりすぎた。下がりすぎた。ああ、1-1になっちゃった。ありがとうございます。どうしますか、ファイナルゲームは7点マッチで、3点取ったらサウスポー。はい、いいですか。はい、はい、捨てるな、まだ捨てんな、1-1だ。はい、お願いします。リードしないと、やばいやばい、集中。あよし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 。さあ、こっからですね。左でいきます。しゃ、捨てんな。いきます。
元サボり日本代表と対峙してるぜ。いきます。あっけえ。どっち？イン。イン。絶対木村さんのファンですよね。皆さんね。やばい、やばい。よし。ああ、もったいね。やったー。いきます。嘘やん。よっしゃ。しかもこれだよ今。バックだよ。マッチポイント、ゲームポイントですね。捨てんな捨てんなゲームポイント。あ、やばい、あーやーばい。フォーシックス。はい、捨てんな。ありがとうございました。一試合で終わらしとけ。図に乗るとこうなります。勝ちをいただいたらそのまま帰りなさい。セットごとにレベルが上がってたので本当に焦りました。またリベンジ企画可能ですか。ぜひぜひ。マジですか。もちろんです。よし、そん時はもうちょっといろんなハンディを考えてみます。いやー、すげえな。いや、ずっとセンターにいらっしゃいましたよ。スマッシュ来るってなった時、俺絶対ここにいたのに、はい、よく考えたら俺こっちだけなんだ。それ気づいてました？ずっと気づいてました。言おう？え、気づいてた？はい、言おなんだよそれ、びっしょびしょ